どうも高井です。失敗が怖い、権威に頼みたい、選択したい、この一見矛盾する俳句ですけど、私はこれは人が楽はしたいけど最後は自分の意思で選びたいという優柔不断な、でも人の本心を見事についたという俳句になっていると思っています。皆さんもこの人の言うことだったら正しいとかいうことって思ってません？別に調べもしなくても、その人の言うことだったら調べなくても裏を取らなくても信用できるっていうような感じの人、これを私は権威って思ってるんですけど、それは今のアマゾンでいうコメント欄のこの情報だったら信用できるよねっていうような情報とも一致してると思うし、あなた自身が信用しているこの先生の言うことだったら信用できるよねっていうこととも私は関係してると思います。あなたの信用する商人、もしくは日本のスーパーでもいいんだけど、このスーパーで売ってるものだったら別に疑わなくても買えるよねとか、ところがそのスーパーもし北朝鮮とかのスーパーだったら、この食品健康上大丈夫かなって疑うでしょ。でも日本のスーパーだったら、まあ日本人の経営してる日本のスーパーだし疑う必要ないでしょっていう感じで、みんなね安心してそれをカゴに入れてるんですよね。アマゾンだったら疑ったら最後は桜チェッカーなるものが近年出てきたので、それにかければ、なるほどこの商品だったら信用できるかもしれないよねっていう、桜度何パーセントですっていう、そういう道具ですからね。自分の目で見なくても、自分の目で判断しなくても、裏なんて取らなくても、あなた自身はおそらくほとんど調べなくてもいいように道具を使って探知して、でそれでこの商品だったら大丈夫だって選んでるでしょ。最後は自分の意思で決めたいっていう意思もその道具の使い方に現れてると思うけど、裏を取るっていうことをしたくないんですよね。なるべく時間かかっちゃうし、正しい情報がどれなのかわからないからこそ、正しい情報を持ってきてくれそうな、さもすごそうな先生や商人やスーパーに頼って、で最後は自分の意思で決めたかのように見えている。自分の意思でコントロールするっていうことが重要であって、相手が持ってきてくれるかどうかっていうか、正しい情報を持ってきてくれているかどうかっていうことを見ていない、それが今の日本人および世界中の人々に言えることじゃないかな。なるべく楽はしたいんですよね。膨大な情報の中から正しい情報とか絞り込んで持ってきてくれているっていう目利きの人が欲しいのであって、最後は自分の意思で選べさえすれば、実はコントロールされてるかどうかはあまり気になってない。それが私がこう今まで本読んできて思った、人間がコントロールされてるよっていうようなね話の今回の動画の内容です。皆さんもコントロールされてるかどうか、もしくは自分の目で見聞きができるか、自信があるっていう方は一度こういうことも考えて買い物してはいかがでしょうか。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。